はい、どうも皆さん、トライアングルです。というわけで今回なんですけど、はい、結構前にあのロジャーのかけらどうしましょうって話をしたと思うんですね。でその動画で話したんですけど、まあ、かけらは、まあ、まだちょっと取っといた方がいいんじゃないですかってコメントと、まあ、かけらなんかその使った方がいいってコメントが、まあ、半々で、まあ、ちょっと様子見ますって思ったんですけど、一つのコメントがありまして、ガチャ引きゃいいじゃないですか、当てればいいじゃないですか。なるほど、これ天才ですね。そうだよ、ガチャで当てればいいんだよそうか、ガチャで当てればいいんだ思ったので、30連引きますこれでロジャーを当てて80レベルにすればいいです。かけらをそしたら使わなくて済みます。そうだ、そんな簡単なことなぜ僕は気づかなかったんだと、はい、今みんな思ってるだろう、こいつはバカだと。いや、しかしバカでいいんだ、バカにならないといけない。いきます。大丈夫かな見よ、これがバウンティーの養分だ。さあいけ。まあまだこんぐらいの、じゃあ養分とは言えない。あっ、まだだ、まだ終わらん。いや、まだある、まだある、まだある。いや、大丈夫大丈夫、32仲間いて、え、どうだ、赤で32、よしよしよし、よかったー一瞬心臓止まったわ、よかった、一瞬心臓止まっただけで済んだわ。全然軽傷だわ、危ねえ危ねえ、致命傷で済んだね。さあ頼むぞ、この風船がふわふわ巻く中で。でもこわ、どうなんだろうな、ほぼフルエースじゃないとロジャー来ない気がするんだけど。7コビどう思う。とりあえずアタッカーが来てくれないと、ね、ちょっと重い、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、すごいなんか重い気がする。大丈夫か、大丈夫ね、大丈夫ね。えっ、怒ってくれ、むしろ怒ってどっか行ってくれ。お前はマジで違うんだ、アロン、お前じゃないアタッカーだから一瞬夢見たじゃん、夢見たのに。ダメかな、もう終わりかな、多分そうだよね、終わりだよね。これいつのガチャ、これいつのガチャ、最近のガチャかな、これさ、え、これタイムセール、僕3年前ぐらいやってる、僕やばい、やだ、あ、なんか今日嫌な予感がする。やめたい、逃げ出したい。ちょっと待って、逃げたい。赤座になりたい。じゃ逃げさせてくれ。お願いだ、頼む。逃がしてくれ、俺を。なんか嫌な予感するんだけど。え、本当に？嫌な予感。やだ。なんだろう、この胸のこのさ、なんだこの胸のざわめき。嫌な予感がする。やばい。助けて誰か。え、ちょっと待って。胸が痛い。やばい。とりあえずさ。いや、この、なんだこの鼓動は。すっごいね、ふわふわしてる。やだ。大谷育英さん助けて、頼む、アタッカーお願いします。バウンドマンでアタッカー、1体は来るよね、さすがに1体にバウンドマン来ると思うんだけど、やだ、やだ、結構モーリア、いやー、これは終わりでしょうな、終わりでしょうな、そうでしょうな、終わりでしょうな。まあ、爆死じゃないだけいいと思えと、そういう気持ちなんでしょうかね、これ本当に。あー、なんかもうちょっと嫌になってきた、これ本当に嫌だよ、本当に最後よ、これ分かる、これ最後だからね、みんな、こんな命、お金は命より重い、いや、そんなことはないけど、お願い、いや、うん、いや、まあ爆死じゃないだけマシと思うこの気持ちでいこう、爆死じゃないだけまだマシです、爆死じゃないだけまだマシ、そうそう、まだ1回も爆死してない、それだけ大きい、しかもアタッカー2体が出ているってことは、まだもう1体アタッカーが来る可能性がある。そしたらカムサリを持つ海賊王ゴールドロジャーが我が手中に入るはずだ。頼む、バウンドマンお願いだ、せめてまずアタッカーを連れてきてくれないか、アタッカーを連れてきてほしい、お願い、早めに出て、お願い、嫌だ、アタッカー以外嫌だ、アタッカー以外嫌だ、アタッカー以外嫌だ、嫌だよ、嫌だよ、アタッカー以外嫌だよ。もうちなみにこれゴールドロジャーで僕、今8万円使ってくるから、 8万使ってるからね、8万使ってるってことを肝に銘じて、まだ1回もたん、あの、引いてないからね、自力で引いてないんだもん。出せねえぞ、ああ、うれ、ドビー、君のドビーじゃない、せめてアタッカーのドビーがいい、やだ、終わっちゃった。どうしよう、ロジャーに8万使っちゃった
ス残ってるんだよ。あれ声が戻らない、やばい、ちょっと声が戻らなくなっちゃった。誰か助けて、声が戻らない、どうしよう。明日の仕事これで行かないといけない。お客さんに対してどうもこんにちは、はぁ夢の国から来たよ。でどうしよう、本当にどうしよう、どうしよう、声の戻し方がわからない、助けて誰か。やだ。よし、それじゃあ行きましょう。今ちょっとね S プラスで、まあランクリセットで S プラスの状態です。でまだランクリセットしたばっかで、ちょっとまだねわからないというか、あの強い、まあ要は SS の上位ランカーの人たちと多分当たれると思って、もうランク下がる、気持ちでね、もう全然もうランク下がっていいから、とりあえずあのランク帯 の上位ランカーの人と戦えるチャンスがあるってことで、一応今ずっと潜ってるんですけど、その潜って一つちょっと分かったことが、やっぱりあれですね、マム100レベルにしたい。はい、まあもちろんね、プレイスキルももちろんひどいですよ、プレイスキルもひどいんだけど、あのまず火力が足りないですよ。要は100相手に火力がちょっと足りなすぎて、やっぱりメダルがどうしても欲しいと。うん、まああのあとやっぱりレベルが上がることによって、まあ素の能力がね、まあ上がるっていうのもあるんですけど、マム来てるね、当たんない当たんない、それは当たんない。で貯めといて、どうしようかな、シアタ、いやこれでも守っ、一応守っとく、これ打っといて、はい、ここでマムに当てとく。で青シャンか、青シャン、ここ、 いいっすよ、シャンクスさん僕守ろうか、ありがとうありがとう。これはちょっと待てよ、あ違うか、こっち行ってね、グリフォン来る、あー行かない行かない、来ない来ない来ない、じゃあここちょっと任せて、じゃあ僕こっち行こうか、ほい、溜めといて、これで KO 一発、あ待って、ここはフルブラシで危ね、よしよし、あーこれ、いやこれ無理だな無理だな無理だな、ヤマト無理だなマジで、これどうしよう、一回下がりたい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 、失礼しました失礼しました、これどうしようかな、ちょっとヤマト、ちょっと回復取って、ああーいいですいいです、どうぞどうぞどうぞ、ナイスナイス、じゃあ僕ちょっとこれ抜きに行くか、抜きに行きたいけど、どうかな、抜けるか、抜けないよな、ちょうで、これ肉一発もらっといて、これマム、C 取るべきだったか、 C 取るべきだったか、無理だよねこれ、無理だよな、嘘、あれスルーする、無理だよな、そりゃそうだよな、ごめん今、くそー今打ちたかった、溜めるが、ここは一旦解除して、無敵でスキル一発、ここで打てるか、当たって吹っ飛べ、よし KO、 ナイス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 、抜けるかこれ、抜けそうだね、 OK 抜けるんで、ここで抜いて、ここ溜めたいけど、 A が大丈夫かな、 A 大丈夫か、で僕はここ守った方がいいと思うから、ここ守ろう、ここ守って、死ぬ気で守る、でチームブースト切ってる、でこれ やるまでには150兆回いけるんで、僕はもうここを守りきるっていう、要は何が何でもできれば150兆回してからがいい、大丈夫、OK OK OK、あー出るね出るね出る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 、でこれで今多分抜こうとしてるから、これマムは絶対防ぐ、マムだけ防いで150パチョーカだったら多分いけると、大丈夫だと思うんだけど、どうだ、まだ抜くでしょ、さすがにそれは無理よ、それはダメそれはダメ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 、それは抜こうとしても、さすがにそれは抜けませんぜ、抜けません抜けません、絶対僕はこっから降りん、こっから降りん、降りんだけに降りん、絶対降りんぞ、ここは何が何でもスキルをもうガンガン使って、もう絶対、よしよし、これで残り8秒は耐えれる、あでも向こう行ってる、抜かれたあれだったかな、もう150で大丈夫って思ったら、もう一個戻んないといけなかったか、今多分、今そうだよね多分、あーそうかそうか、時間的に残り15秒ぐらいだったら150絶対もう抜かれないから、150パー溜まってたら、そんあいやでいやーいやーでもな、オリンだったから、どうなんだろうどうなの、向こう行くべきだったんかな今、まあでもどちらにしてもそうだよね、向こうに行かないと今勝てなかったもんね、いやむずいな本当に、マジでむずいな一応今勝ったり負けたりですね、本当にもう勝ったり負けたり、もうずっとなんか400なおずっと行ったり来たりって感じですね、もうあのやっぱりもうランカー勢の人たちがもうまだランクリセットして3時間かさっき言ったと思うんですけど、3時間しかまだ経ってない関係で、やっぱりもう強い人たちばっかりなんですよねまあでもこれちょっと今ずっとやりたいんだよ、強い方ばっかと戦えるからさ、ちょっとしばらくちょっとこれ今日ちょっとがっつり今これやりましょう、前まではさランク上げるために避けてたけどさ、もう今は逆にもんか、
強い人と当たってねそのプレースキルを磨いていかないといけないので、まあ、とりあえずちょっと頑張ります。もうちょっと頑張ります。はい、というわけでじゃあ今回この辺りで終わりたいと思います。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。ちょっとねマムやっぱ100にする。はい、まあちょっとあの正直ねマム対策のキャラが来るか待ってたというかねどうなのかなと思ったんだけど多分身長フェスもしばらく来なさそうだし、うん、まあマムしばらくまあクラッカーとか言うてねそのマムをがっつり本当に環境破壊するほどでもなかったからね。青シャンクスも戦っててまあまだマムでも全然戦えるかなと思うからちょっとあのマムを100レベルにしてまあまたちょっとかけら集めしときたいなと思います。まあ多分5月5日にルフィの誕生日で夢ルフィ来ると思うんでそこに向けてもねかけらも貯めておきたいし、まあ、ワンチャン2かアニメでもアニメが多分まだね2か来ないと思うんで、まあ、でもし1月5日にまあその2かとか来たら2かにかけら振りたいんだけど、まあ、ちょっとちょっとしばらくこのちょっと強いランカーの人たちとちょっと戦っていきたいなと思います。はい、というわけでじゃあ今回はこの辺りで終わります。よければチャンネル登録、あ、さっき言ったっけ。じゃあお疲れ様です。バイバイ。